さあ東京都23区を震源とする最大震度3の地震ということなのですが、はい、こちらの地震結構深さも深かったですね。そうですね、はい、震源の深さがおよそ100キロ、になります。まあ、深い地震だったということで結構、ね、揺れる範囲も広くなったというのが一つ特徴として挙げられますね。でこの関東の直下なんですけれども、太平洋プレートと呼ばれる岩盤、そして北米プレートと呼ばれる陸側の岩盤、さらにはフィリピン海プレートと呼ばれる岩盤、こういったものが、ひしめき合っている、折り重なるようにしてあるのが、関東の地下の特徴になりまして、非常に、複雑な構造をしているんですよね。関東エリア、浅い地震から深い地震まで、いろいろなパターンの地震が起きるエリアになるんですけれども、この深い地震というのは、比較的に、東京の23区直下ですと頻度は、小さいですよね。あまり起きないパターンということになります。ただし、時折、例えば1988年3月18日にあったマグニチュード 5.8 の地震では、最大震度4で、怪我人など、この人的被害も出たような事例もあります。でこの深い地震、深さが100キロぐらいまでなるような、深い地震ですと、この後の、余震活動というのは、非常にこう低調、静かだというふうに思います。ほとんどこの大きな地震につながる可能性というのはこれも小さいというふうに言えるんですけれども、言えるんですけれども、時折、この関連がないにしろですね、何年かの時間を置いて、大きめの地震が起きることありますので、東京のこの深い地震でもですね、関東の深い地震もやはり、注意が必要なタイプということは言えますね。関東方面は比較的こう地震は多めでもありますよね。そうですね、10月の7日には千葉県北西部で発生したマグニチュード 5.9 の地震で、最大震度5強というのがありました。千葉県北西部の10月の地震も震源の深さが75キロと、結構、深い地震だったんですよね。ですので、このところ多めに多く起きているようには思えるんですけれども、震源、それぞれの震源の距離は、比較的空いていますので、これそれぞれが何か関連性を持って全体的に関東南部の地下でですね、今活発化しているかどうかっていうのは、正直わからないところではあるんですけれども、関連性は、それほど高くないのではないかとは思います。ただこの地震というのは、多い時期と少ない時期結構、繰り返すような特性もありますから、いつ大きな地震が来てもおかしくはない、日頃からの備えは必要ということは言えますね。分かりました。皆さんもしっかりと日頃からの備えも行うようにしてください。そして地震の情報はお天気アプリウェザーニュース地震チャンネルからも確認できますので、ぜひこちらの方からもご確認ください。